医師法を選ばれているのも月下さんでいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そういう衣装の選び方もポイントといいますか、あの髪型とももちろん関係して、トータルのイメージ作りもあると思うんですけど、はい、あのもちろん今日はライティングでしたけど自然光で撮るとか、はい、その光の具合とかからも衣装の読みとか分かりますか？撮る時の光の具合はまでは考えてないです、はい、モデルさんの顔立ちでその色が似合うかどうかっていうところでの衣装の選び方っていうのは考えるので、まあ、ちょっと寒色系青み寄りの色が入ってる色が、あの洋服が似合うそうだなっていうふうに思ったので、あの赤系っていうよりか暖色系よりかは寒色系の色を今日はチョイスしたかなっていう感じですね。一応ベストとかも用意してたんですけど、ちょっとオレンジっぽい、うん、でもあれもどちらかというと白ベースの上に着るっていう感じだったので、まあ、今回は青みのある感じを選んだということだったので、光までは考えてないかもしれないですね。肌のお色味に合わせることになるんですか？肌もそうですし、顔立ち、はい、顔立ち、はい、ですかね。僕そんなに勉強してないですけど、やっぱカラーコーディネートとか、はい、やっぱそういうのもあるので、はい、そっちで似合う色とかっていうのはきっとあると思うので、はい、でも僕はあまりアパレル詳しくないんで、もうあの雑誌の切り抜きでもう今日はこれを作りたいとか、この髪型にしたいっていうスクラップとかがあるので、じゃあもうこのモデルさんに合うんだったらこの服を選んでこうとか、じゃあこの服でこのモデルさんだったらこのシチュエーションで撮りたいなとか、そういうのをあらかじめこう投げてみたりとかした時に、こうは難しいからこうしようかとかっていう感じで話したりはしてます。実際にじゃあこの襟のサイズが、まあ、本当は2パターンあったんですね。もうめちゃくちゃでかい襟のやつと、もうセーラーみたいな感じの襟と、今回のちょっと薄手の丸襟っていうので悩んだ時に、まあ、僕は女性目線をちゃんと聞くので、まあ、妻と、あと今日メイクしてくれた子に LINE して、洋服屋さん行ってこれとこれだったらどっちがいいとかっていうふうにして聞いて、流行で言えば大きい襟の方がいいと、うん、ただ雑誌で残った時にこう流行しすぎるとやっぱりこうハイリスタリーがすごい早く出ちゃうから、まあ、何年も使えるとかっていう風になってくると、そこまでエッジありすぎない方がいいんじゃないっていうこともあったので、これでも十分大きいですし、まあ、僕の雑誌のイメージの切り抜きだとこれだったんですよ。なのでただもうちょっとバストアップとか引いた時に、まあ、服に特徴があってもいいのかなっていうのもあったので、うん、そういうのをちょっと選んだりとかはしましたね。お店のヘアカタログじゃなくてコレクションだったりとか、うん、シーズンで打ち出すトレンドとかっていうのは足元まで入れたりとかするので、うん、やっぱりそういうところは時代の傾向とあって見ていかなきゃいけないので、洋服選びもすごい大事だなっていうふうには思ってますね。真っ白はダメって言われます。衣装の色。真っ白の衣装は避けてほしいっていう話はやっぱりもともとあるんで、真っ白と真っ黒はやっぱりやめて。とか、まあ、ショートで真っ黒だったらそんなに影響ないんですけど、まあ、この辺が見えにくかったりとかするってなると良くないのでっていうのとかあるんで、まあ、今回も白、1作品目も白ですけど、やっぱ柄が入っているから衣装として後ろの壁とはちゃんと差が出るっていうとかで選んだりはします。なんですか、雑誌作るとその字載せやすいとかあるじゃないですか、はい、
そうするとあんまり強い色を持ってくると大きく使われないよっていうのがあったりっていうのはこそっとはこういう中の時は言いますよね。確かにね、うん、全員には言わないですけど、こうね、付き合いがあるからどうせっつったらあれですけど大きく釣りたいじゃないですか、あの大きく載せたい、そうするとこう大きいページに大きく載せようとすると、うん、その字が載ったりとか面積が今もうこれもう見えてきますからね、キャッチがね、これを見えますからね、見開きで使えるし、そういうのをこそっと言うとかは言ったりはしますよね。